西野です。ナダルです。さあ始まりましたよろちきチャンネル。はい、今日はですねチャレンジ企画ぐるぐるバット100回した後に食レポできるか。ぐるぐるバットを100回した後に熱々のおでんがありますので、それをちゃんとね食レポできるかどうかという、うん、チャレンジでございます。マジで言っていいですか。はい。そんなことする必要がない。ちゃうね、意味わからない。食レポやっぱね鍛えなあかん、ね、食レポは食レポでしたらええやん。どんな状況でも食レポ大事ですから。ぐるぐるバッと100回した後におでんを熱々のおでんを食べて意味わからへん、おいしいって口の中なくなるまでの時間を競い合います。じゃあね、ほんま年取ったらな三半規管えぐいな。あ、そうなんですか、うん、じゃあ行きましょう。ぐるぐるバッと100回した後にじゃあ熱々のおでん食レポ、ま、行きましょう、うん、じゃあスタートお願いしていいですか。はい、よーい、スタート。1、え、2、3。これ100回厳しくないですか。100回無理やな。100回無理かも。これどうしよう。30にしよう。そうですね。26 27 29。30。はい、危ないから。よういけんなマジで。おいしい。2分45秒です。ああ、しんどいぞこれ。これはしんどい。これはしんどい。でも治ったんが早かった。ああ最初やばかったけど2分45秒。はい、100回してたら火くれるわ。言いましょう。もう回転の逆方向とかするかもしれないけど、多分数えてよ。うん、よーいスタート。1、もう無理だ。2、3、4、いいよ。あー違う違う20で、はい、あと2回頑張ろう。はい、全力で2回、あと2回、OK。
はい、ラスト1回、ラスト1回、おっしゃー、はい。おいしい。まだまだまだ。口の中、口の中。2分44秒。ちょっと待って。2分44秒、はい、どっち勝った？いやでも10回カットしたから。じゃあもうドローやな。じゃん、俺やっぱりあのまんま30いけって言われへんかと思う。死んじゃうって思う。はい、ということで結果は、2分45秒対2分44秒でも、よっしゃー。違う違う違う、もう30回やってないから。え、20回。なんでなん。いやもう見てられへんかったから。止めた、止めたというか、もう20でいいよって俺は言った。なんでなん。じゃあなんでなんじゃ、無理やって。やりたかった。絶対嘘やな、死にかけてたから。だからもうこれドローです。もうタイムでも負けたけど俺は。ドラもうやってないから。いいよ、ドローするドローもおかしいけどな。まあこれでもう勝敗決めましょうということです。いやこれは俺、神様はこっちに微笑んでくれてると思うよ。勝負に負けてもいい。いや絶対俺の方が真っ当にやったもん。マックスいったろ。なんでそんな自信あんの。勝つ。え、仕込みなんかあるのこれ。仕込みしてない、ほんまに。え、なんでそんな自信あんの。いや、これなんで俺それ持たすの。いや、これ俺持つか。え、わからん。お前これ持ちいい。こっち持ちいいでしょ。怖い怖い怖い。え、これ音が止まったら押すねんな。ね、で、反射神経遅かった方がビリンってくるんな。怖っ。じゃあ行きますか。いたいたHa ha ha!